悩み、愚痴についてお話しします。皆さんにはね、自分の悩みや愚痴を話せる方が周りにいらっしゃいます？恋人とか旦那様とか友人とかご家族、まあいらっしゃる方はまあ結構ですよね。でも聞かされる方は迷惑ですけれどね。ゴミ箱で、悩みのゴミ箱でね、酒は涙かため息か、その愚痴や悩みのね、捨て所っていうふうに言いますけれどもね、ゴミ箱代わりみたいなもんですね。周りは迷惑です。本人は清々するかもしれませんけどもね。ね、好きな人やね、愛する人にね、そういうことを言うっていうのはね、思いやりがなさすぎますよね。でね、ご主人にね、もういろんな悩みや苦しみをね、ご主人はそれまで元気でね、仕事しててね、帰ってくると、とにかくいいご主人だったのが、帰ってくるたびにね、悩み事やいろんなことを言って、今度はご主人が眠れなくなっちゃって、不眠症になっちゃって、ということがありますしね。で、とにかく、自分でね、悩みとか愚痴とかね、もう、思わないことですよ。言ったってね、しょうがないんだから、解決する方法をね、一番悩み事の時に邪魔になるのは感情なんですよ。泣いたり、わめいたり、落ち込んだりね、怒鳴ってみたりね、酒飲んだり。それで悩み事は何か解決してる。何にも解決してない。その悩み事はそのまんまなんですよ。で、明るい朝になって頭が痛いのと、酒屋のね、つけが溜まるのと、ろくなことないですよ。だから、一番悩み事や苦しみがあるときにはね、感情的にならないこと。常に理性、一番難しいことだけど、というのは冷静沈着。それで、まず方法を探すことで、こういう方法、ああいう方法、じゃあ、発想の転換を図って、こう考えたらどうだろうとかね。で、それが、人生のお勉強ですからね。ですからね、なるべくね、愚痴やね、何か言わないように、言わざる、見ざる、聞かざる、思わざる、この四つ。見ざる、言わざる、聞かざるまではね、日本の東照宮のお猿さんじゃないけど、よく言われますけど、思わざるっていうのも、これは一つ入れた方がいいんですね。ということは、悪いこと思わなければね、とにかく周りにね、マイナスの気がね、漂わなくなるんですよ。だから忘れるってことは、きっぱりね、もう思わない、考えないこと。人の悪口も、愚痴も、いろんなこと、悪いことはね、なるべく考えない。いいことだけ考えると。あと悪い、マイナス感情とか、マイナスのことはね、想像もしない。そういう癖をつけるとね、そうすると、顔つきも変わってきますしね、いいことも起きるようになるんですよ。自分がマイナスの気をどん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 自分自身が引き寄せてね、マイナスがマイナスの仲間を呼ぶんですよ。ですから、なるべく、プラスの仲間を呼ぶようにして、それでね、今度は人にね、愚痴をこぼされたり、悪口を聞かされたりしてるときにはね、なるべくその人の周りに行かないこと、それで聞いてても他のことを考えていること、そうするとうまくいきますよ。あ、そう、そうって言ってればいいの。だからそうよとかね、あ、そうだとかね。言うと、あの人もね、こう言ってたよっていうふうによそいって言われますからね。ただ、そうそうと、これが一番です。けせらせら、なるようになる。この日本語になったのもね、誰か歌ってましたよ。ペギ葉山さんだったかしらが歌ってたような気がしますね。で、好きな言葉なんですね。で、意味としましてはね、なるようにしかなんないよって。なるようになるんだからというような意味なんですね。でも努力は大事ですよね。でも努力の結果、もうとにかくあとはね、やるだけのことをやったら天命を待つでね、じたばたしない方がいいんです。でも人生っていうのはね、なるようになるんですね。で、もうダメだ、もうダメだ、ああもうダメだ。それは病気もね、いろんな病気がありますよ。数えきれないぐらいの種類の病気がある。でも皆さんね、人間誰でも、はしかから始まっていろんな病気しますでしょ。虫歯からいろいろあります。
子供の頃から風邪もひきます、熱も出します。でもね、今の現在のあなたを見てごらんなさい。生きてきたじゃありません、生き抜いてきたんですよ、乗り越えてきたんですよ。だからね、なるようになってきたんですよもの。だからそれがね、何よりも証拠だから。でそういった悩んだ時にはもうダメだと思った時に鏡を見ればいいんですよ。うん。でそうしたらね、生き抜いてきた、そこにね立派な証明がありますからね。うん。まあそれは、まあ、まあ別な話ですけどもね。じゃあ今日おかけするレコードですけれどもね、歌い手はねドリス・デイで、この人の曲で、まあまあとにかくヒット曲がたくさんある方でね、センチメンタル・ジャーニーっていう、これも有名な曲でね、 Gonna take a sentimental journey、 私は大好きな歌でしたよ。でそしてね、今度は映画女優としてもね、中産階級のおばさんっていう感じでね、美人でもないし、その不細工でもない、まあ、そういったところがね、平均的なね、アットホームな感じがして、でそれでモテたんですね。いろんな映画に出てます、数多いですね。 T42 二人でお茶をという映画がね、これがまたヒットしたんですけどね、ものすごい曲がヒットしたんですね。で映画自体はね、世界のね大恐慌時代のね、アメリカを舞台にしたミュージカル映画だったんですけどもね、この歌のね、流行り方は異常でしたよ。で日本語にも直されて、いろんな日本の歌い手さんも歌ってました。ではいろいろとつべこべとねご紹介いたしましたけれども、そろそろドリスデイの歌をお届けいたしましょうね。そうですね、聞きどころはね、ハスキーなね、庶民的な、本当に何もかもがね、声も映画も姿形も何もかもがね、特に優れてない、でもアットホームな、そういう感じの女優さんで歌い手さんなんですね。で聞きどころもそういうところでございます。ではなるようになるという内容の歌でございまして、ケーセラセラ、歌はドリスデイです。ケーセラセラ、Que será, será. What will be, will be. Que será, será. 歌はドリス・デイ。Que será, será. なるようになるさ。でございました。